今日は冷凍できる焼きおにぎりを作っていきます。美味しい焼きおにぎりを作りたい、小腹が空いた時にすぐ食べられるおやつを常備しておきたいという方、ぜひ最後まで見てください。今回は本格的に土鍋でご飯を炊いていきます。もちろん炊飯器でもできますので安心してください。では早速やっていきたいと思います。こちらはですね、3合分 450g のお米を洗ってきました。土鍋に入れます。で、630g のお水です。はい、これで2時間置いておいてください。必ず土鍋でやる場合は浸水をしてください。はい、2時間経ちましたので今から味付けをして炊飯していきます。醤油を入れるので少しだけお水を減らします。 40g を減らしていきます。 40g 減りましたので OK です。で、ここに 60g の醤油を入れていきます。で、 60g の醤油を入れます。で、今回は昆布だしを入れていきます。これ顆粒で 8g あるので丸ごと入れていきます。で、全体にぐるぐると行き渡るようにかき混ぜます。で、こうやってちょっとお米を全体にこうならしてあげて炊飯をしていきます。で、これで炊飯をしていきます。はじめは強火と中火の間くらいで加熱をします。で、沸騰してきたら弱火にして10分なんですけども、最初の間、中火と強火の間の加熱時間はだいたい8分ぐらいです。はい、8分経ちましたので一番弱い弱火にしていきます。今から10分加熱をしていきます。こちらで火を止めます。今から10分間蒸らしていきます。はい、できました。はい、ではおにぎりを作っていきたいと思います。だいたい 100g ぐらいで作っていきます。で、焼くのでなるべくしっかりめにギュッとやっていただくといいかと思います。炊きたてね、ものすごく熱いので私割と平気なんですけど、熱いの触れないわという方は少し粗熱を取ってからやってみてください。ちょっとなじませるためにこのままラップのままお皿に置いていきます。今回は三角でやったんですけど、丸くしてやっても構わないです。普通のおにぎりこんなにギュッギュやったらちょっと米と米が潰れちゃうんですけど、焼きおにぎりですのでしっかりめにやっておいた方が焼くときに崩れないです。はい、こちらでできました。はい、約10個できましたね。最後だけちょっとグラムが少ない 70g だったんですけど、約10個出来上がりました。では今から焼いていきます。ごま油で焼いていきます。バターで焼いてもいいんですけど、こちらはお好みでごま油かバターかお好きな方で焼いてみてください。大さじ1入れます。フライパンが温まるまでにラップを取っておきます。固まってきましたので入れていきます。はい、弱火でじっくりと表面を香ばしくしていきます。で、まあ、4分くらい加熱をしたのでちょっとそろそろひっくり返していきたいと思います。で、4分くらいにちょっと焼いていきますね。またじっくり焼いていきます。はい、こちらで焼けました。はい、こちらで焼きおにぎりが完成しました。で、今食べてももちろん美味しいんですけども、これは常備おやつとして冷凍庫に入れておくこともおすすめです。どのように冷凍しておくかというと、粗熱が取れたら一個一個ラップにくるんで、ジップロックみたいなの保存用の袋に入れて冷凍庫に入れておいていただくといいです。で、一つ一つこのように包んでいただいて、このようなジップ付きの袋に入れていきます。
このようにラップに包んで保存袋、ラップに包んで保存袋に入れて冷凍庫で保管します。で、食べたい時は凍ったまま電子レンジで温めます。機種によっていろいろ変わってくるとは思うんですけども、我が家の場合は温めでちょうど美味しく食べられる状態でした。で、ちなみにこれ今から冷凍庫入れていきます。で、こちらが昨日作っておいた、こちらが昨日作っておいた冷凍焼きおにぎりです。で、こんな感じでしっかりと凍っております。あると、もう子供がお腹空いたっていう時にもちょっと待っててねってレンジでチンするだけで食べてもらえるので、とても便利です。でも、せっかくなのでちょっと試食をしてみたいと思います。いただきます。お米一粒一粒にしっかりと醤油の味が入り込ん で、 で今回昆布だしを使っているので、昆布の旨味と合わさってとても美味しい焼きおにぎりができました。で、焼く時も今回はごま油で焼いていたので、ごまの香ばしい香りも重なってとても美味しい焼きおにぎりになりました。今日の冷凍できる焼きおにぎりの調理のポイント3つです。で、1つ目は、もし土鍋で作る場合なんですけれども、水の量がとても重要になってきます。今回は3合 450g のお米でやりましたので、お米の 1.4 倍の水を使います。で、それから2時間以上浸水をしてください。で、2つ目のポイントは味付けです。炊き上がりに醤油を入れるのではなくて、炊く時に一緒に醤油と昆布だしを入れることによって、お米一粒一粒にしっかりと味が入り込んで、とても美味しい焼きおにぎりとなります。で、3つ目のポイントは、土鍋で炊く時なんですが、初めは中火と強火の間くらいの強さで7、8分ですね、沸騰してきたら弱火にしてください。で、弱火で10分加熱、それから火を止めて10分蒸らしで美味しいご飯が炊き上がります。ご視聴ありがとうございました。今後も野菜果物を使ったレシピ、料理を作っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。